僕はこれでおしまいですけど、皆様はぜひまたね、これから楽しい楽しい音楽ライフを送っていただきたいと思います。明かりの音ではなくて、明かりの音でもいいけど、明かりの音よりももっともっといいミュージシャンがいるし、そういう出会いの場になったらよかったなと、またベストタイムで会いましょう。気をつけて帰ってください。本当に他に言い忘れたことはないですか？ないな。感無量です。本当にありがとうございました。最後は、そういう心の中に皆さん今日できた白いキャンバスに今日という日を描いて帰ろうという曲です。スケッチ。
分乗り切れてないのよ。最後はちょっとだけですけど、みんなでこの曲が簡単なので私の後について歌っていただければ幸いです。みんなで、今日という日を歌って描いて帰りましょう。嫌な人は歌わなくていいです。もう先生知りません。ラララために僕たちは
何かをしてあげられるはずだよ。ありがとうございました。会場の皆さん。